どうも、シーです。井上龍馬でーす。木村マスコです。服部寛太です。広瀬慎吾です。なんで龍馬なんだ。行列したからやったから。大体したよ。10時期かな。面白いな。我々シーズ、2020年7月1日に4枚目のアルバム、トラジコメディをリリースしました。トラジコメディ。うん、まあ、悲劇という意味ですけれども、うん、まあ、こちら、今回取材の方で、うん、多分、がっつり今までで、一番がっつり喋ってるかなという。そうですね。はい、濃い内容ですね、うん。こんなにもこう、曲じゃなくてタイトルでこんな話すんやぐらい話したんで、その辺も気になる方、ぜひぜひちょっと見てほしいなと。まあ、実際ね、トラジコメディって何やねんってこう、うん、悲劇ってどういうことみたいな。うん、いう方もいると思うんで、なんか今回はすごい面白い取材になったかなと思います。はい、そして、秋から全国ワンマンツアーシーズツアー2020にリブートを開催しまーす。はい、まあ、こちら、リブートツアーが3月から、うん、2020年3月からやる予定だったんですけど、はい、コロナウイルスの影響で中止になりまして、はい、まあ、ただ、来年20周年に向けて再起動して、こう、気合いもう一回入れ直すぞというツアーのリブート、ね、うん、リブートやったんで、もう、これリブートできへんのは辛いと。はい、電源落としっぱなしやから。はい、うん、うん。だからこう、リブートということで、はい、再起動していこうと思います。はい、シードウェイっていう新たなね、このコロナウイルス、コロナ禍の中で、うん、やり方というか、シーズンのライブのやり方っていうのも、改めてシーズンの公式から提示してます。はい、その内容っていうのもホームページに上がってますので、ぜひチェックしてほしいなっていうのと、現在発表されている公演日時っていうのは、ちょこちょこございまして、まだ全部はちょっと見えてないんですけど、まあ、ここもあるんかな、ここもあるよね、うん、みたいなことを想像しながら待っててもらえると嬉しいです。はい、ちょっとまた、コロナウイルスの流れをちょっと見ながらの発表となりますので、順次、追っていきますので、ホームページだったりとか SNS を逃さないようにチェックしててください。はい、お願いします。ということで、マイ検索ワード、やっていきましょう。はい。うん、これから行こうか。はい。フェレット、懐くのって調べました。さっき何懐くのって調べました。質問疑問いやいや、懐くの。懐くでよくないですよ。うん。懐くの歌詞自体。で、ここで書いてあった。書いてたよ。なんてなかなか懐かない。あ、そうなんだ。うん。だからさっきね、別のちょっと収録というか、うん、で、フェレット触る機会があったんですけど、はいはい、めちゃくちゃおとなしくて可愛かった。可愛かった。人懐っこくて、うん、あ、そうなんやと思って、フェレット飼いたいなって、ちょっと一瞬でパッて、なんかこう燃え上がってしまって、バーって調べたんやけど、ほんまはなんか、もともと狩猟とか、毛皮で狩られてきた側やから、そう、イタチやから、すごい臆病で、人に対して警戒心があんねんって。うん、だから最近になってこう、ペットとか、そういう風に扱われてきたけど、もともとはそうやから、人類3000年そういう風に暮らしてきたらしい。3000年、うん、だいぶ、しないだいぶ狩られてきてる。それは本能的にビビるわなって警戒する。それで、なかなか懐かないし、別に犬みたいにすり寄ってこないし、うん、追っかけたら逃げるらしい。あ、そうなんだ。そう。基本的には、ね、やけど、まあなんか、可愛いから、いいんじゃないかなって。自分の愛し方によっては、こう、変わっていくんじゃないかみたいなことを書いてました。はい、どうぞ。じゃあ、好きな。うん。じゃあ僕言っていいですか、はい、僕、朝日ビールキャンペーンで調べてました。飲む気満々やな。いや、違う。飲む気満々。箱で行こうとしてる。いや、違う。キャンペーン飲んだ後なんですよ。うん。あの、缶に、こう、キャンペーンをこの、丸いシールがついてるんですか、あれ、集めて。ポイントね。うん。あれを、その、台紙とかないけど、うん、こう、クリアファイルにどんどん貼ってあ、貼ってたなそう。最初は、ミュージックブックとか、自分がスコアとか、うん、コードを書いてるやつに貼ったんですけど、うん、ちょっといっぱいあったから、クリアファイルに貼っとって、うん、昨日して、数えて、100枚溜まってて。やば。すごい。100巻ってこと、うん、この自粛期間内で。100巻いいな。めっちゃすごいな。これを応募しなあかんや、うん。確かに。そう、だからそれをちょっと調べて。なんかいい経験ありました、うん、ね、キャンプグッズみたいな。お、最高やん、そうそうそう。これからの季節。まあ、こんなコロナの状況やから、キャンプなんか行けるか分からへんけど。いや、でも、自然やから。自然の密集地じゃないし。いや、なんか、こう、スキレットとか。あ、いいやん。あと、テーブルとか、椅子とか。いいな。一番当たるみたいなんで。
その応募したことない。全然キャンペーン、キャンペーンじゃん。キャンプ、キャンプ、ありやと思います。全然来る来る。うん。来るじゃない。頑張ってもらう。応募してないですよ。頑張って応募しようかなと思います。なるほど。はい。じゃあ僕は、うん、まあ、龍が如くセブン。うん。まあもうつい攻略みたいな。攻略でも、龍が如くセブンだけで、あ、勝手に攻略出てくるね。出てくるね。そう。だから最近、もう遅れてね、もう、PS4 買いまして、龍が如く買いまして、まあ、だから龍が如くが、こう、久しぶりのこのゲームなわけですよね。PS5 が発表されてるのに。されてるのに。関わらず PS4 買った。関わらず、そう。それでね、龍が如くこう、調べて、ひたすらね、しあってこう。コツとか見ながら。見ながら。で、もうストーリー終わりました。あ、終わったよ。あ、いや、いや。で、追加で、よりあの、感想っていうんですか。うん、完全にこう、行くまで。うん。ちょっと頑張ろうかなと思って。めっちゃだからさ、ずーっと多分俺、龍が如くしてると思う。めっちゃ上がってる。まあ、前にちょっと前シーズンとか。確かに。前のシリーズ。そうだね。だから、ね、あ、こいつ絶対前に出てきたやつやねんよなっていう。だから、絶対繋がってるから。前の主人公こんな顔じゃなかったっけな、うん、知ってるとな、なおさら楽しいかもしれない。7から入ったわけでしょ、うん、おらんから。漫画7巻から読むやつ。普通に1から読むから。確かに。だからもう、けどな、なんだから一個一個こう、真剣にやるとすごい時間かかるやんか。うん、だから、遡っていく勇気がなかなか出えへんよね。まあ確かに。でも意外とライトやからね、ストーリーだけやるってことだね。ワン、ツーとかは入ってみてほしいですね。じゃあ、最後。僕は、引っ越しやり方って調べました。え？引っ越し、やり方。やり方やり方引っ越さん、引っ越してらんの引っ越してらんの ?3 年生の調べ方。何どういうことあのやり方って。あ、だからその、どこに何の電話をしたの？ああ、水道とかそういうの。ああ、それ、わからんすぎて。そんな最後でいいよ、水道とか。何週間前にこれしなさいとか、結構ふわーってレッスンあるやん。うん、ですね。もうわからんすぎて、うん。もう今もずっと知らん電話がかかってくるし。うん、うん。その、物件の見積もりとか。知らんことはないんじゃん。誰か、気分が。いや、多分登録したいと思うんだけど、うん、どっから電話かかってくるか分からんから、うんまあ、取れてない電話がいっぱいあるし、その順序、引っ越しのやり方をも調べてました。引っ越すんですね。引っ越します。じゃあ、新たな住所を、どん。どっか。東京都。東京都。東京都の。何区？東京都の、まあ、モニモニモニって入るかもしれへんから、一回言ってみて。え？モニモニモニって。そういうのありますか？編集めんどくさいよ。めちゃめちゃ変だよ、はい、ということで、マイ検索ワードでした。以上、シーでした。